皆さん、こんにちは。人格カレー研究所所長のペガサスハイドです。今回は皆さんに重大なお知らせがございます。まずはその前に皆さんにお礼を申し上げたいと思います。たくさんの面白い YouTube チャンネルがある中で、ここの動画を見ていただいていることが本当に嬉しいし、ありがたいというふうに思っています。で、重大発表なんですけども、YouTube で重大発表っていうふうに言うと、また釣りかよみたいに思う人もいるんですが、率直に言うと、ペガサスハイド入院をいたします。なんと、全身麻酔をして手術をすることが決まっています。これは3月あたりからもうすでに決まっていたことで、どこを手術するのかっていうのが、皆さんが気になるところだと思うんですけど、歯を抜くんですよ、歯を。なんと一度に4本。歯を抜くために、なんと全身麻酔をするっていうね、偉いことになってしまったんですよ。なんで、そんな大層なことになってしまったのかというと、あいつが怖かったんだよね、向こうが。恐ろしいと、歯を抜くことが。向こうは歯を抜くことにトラウマがあるんだよね。幼稚園の時に、まあ親に歯医者さんに連れて行かれて、怖くって、ギヤーってものすごい叫んで泣いた記憶があるんでね。まあ、俺も覚えてます、それは。で、それが、あいつはトラウマになってるんですよ。大人になった今も。だから、歯医者さんが今でも怖い。まあ、歯医者さんだけじゃなくて、まあ、注射とか、まあ、病院自体あんまり好きじゃないんだけども、向こうは。まあ、俺も好きじゃないから、まあ、病院が好きっていう人はまあ、あんまりいないと思うんだけども、とにかく、怖い、向こうがね。だから、もう歯医者さんに頼み込んで、自分がわからない間に抜いてほしいと。全身麻酔をして抜くことはできないかっていう風に言って、交渉したんだよね。そうしたら、まあたまにいるらしくって、全身麻酔して抜くっていう人が不可能なことではないと。だけど、町の小さな病院ではなかなかできなくて、大きな病院に行かないと、そこまでやってくれない。入院の部屋も空くまで時間がかかると。だから、もう入院自体は3月から決まっていたんだけども、結局この5月末になったっていう感じなんだけどね。4本の親知らずのうち、左下のこっちが虫歯になってんだけど、今。この歯のね、生え方が厄介みたいで、まっすぐこう生えてないんだって、歯茎に対して。なんかこう寝転んでるらしいんだよ。だから、この歯が顎の神経の近いところに生えてて、どっちにしても簡単じゃないらしいのね、これを抜くのが。だったらもう、そんな怖いのであれば、全身麻酔して知らない間に抜いちゃいましょうと。で、せっかく病院に、まあ、2泊3日するんだけど、2泊3日もして、そのためにお金も時間もかけるんだったら、他の親知らずも抜いちゃいましょうという話になって、一度に4本抜くっていう。だから、あとの3本の親知らずは、全然虫歯じゃないんだけども、ついでに抜くっていうことになりました。多分、人格カレー研究所を見てる人たちは、どっちが手術を受けるんだっていうのは、多分気になってる。もう向こうは受けると思います。俺は、あ、覚えてるけど、その病院に直接関わって、てる感覚が俺にはあまりないです。向こうが治療を受けてるっていう感じで、あ、分かってるけどね、分かってはいるんだけど、なんでかって言われると、俺も理由はあまり分からないけど、多分怖いからじゃないかな。恐怖っていう感覚が、あいつの方が担当っていうか、受け持つことが多いからじゃないかな。俺は、あいつよりかは、痛みとか恐怖に強いと思うので、ハイジさんに代わってもらえばいいじゃん。思う人もいると思うね、多分。だけど、そんな思うように、交代できないのが、まあこの改正として商売っていうやつで、まあ他の人格会社はどうかわかんないけど、まあ俺らは結構感情に左右されるのね。だから、あいつは歯医者さんに対して、怖いっていうトラウマ、まあ怯える恐怖っていう感情がすごいあるから、その時に、俺って、っていう人格が出てきにくいというか出ないというか、俺の意識はあまりないね。だから俺の感覚としては、まあ、向こうが入院して向こうが手術を受けるみたいな感じがしてるから、ただ俺も恐怖心が全くないわけじゃないから、やっぱり心配だよ。俺が心配してるのは、抜いた後ちゃんと喋れるのかなっていう。やっぱり動画っていう喋る活動してるから、カメラの前で4本も歯が抜けたらフガフガしちゃってさ、いつも通りに喋れんのかなっていうか、じゃ喋れたとしてもハヒフヘホとかちゃんと発音できるのかなとか、そういう不安っていうか心配はあるけどね。あと顔、この辺ちょっと変わるんじゃないかな、わかんないけど。だって4本抜くんだよ。4本って結構な数じゃん。だその辺どうなんのかなっていうのはちょっと思ってるけど、手術は向こうに受けてきてもらいましょう。俺は知らん。俺はあんまり関わりたくないし、別にそれに。だっていいことではないからね。嫌なことだから、もう向こうにやってもらって、俺は。早く帰ってきたいよ。だから、入院とか、手術とかの話は、向こうの方がもしかしたら積極的にするかもね。まあ、あいつも自分の YouTube
YouTube チャンネル持ってるんで、そっちの方で誘引とかの話はするんじゃないかなと、まあ俺は思ってんだけどね。動画活動を俺は休む気はないので、もしかしたらふがふが言いながら動画撮影したりライブやってるかもしれないし、案外なんともなくてケロッとしてるかもしれないし、今までのあの背骨の圧迫骨折の時とかもそうだったけど、もしかしたら向こうの感想と俺の感想が違うかもしれないから、その辺のこともちょっと視聴者さんは気にして見ていてください。もう俺にもわかんないで、そこはね、俺にもわかんないから実際受けてみないと。あ、そうだ、まあ、これ研究所の方を動画見てくれてる人はハイドチャンネルの方も知ってくれてる人が多いと思うんだけども、もう一つハイドチャンネル2っていうハイドの部屋っていうチャンネルがあるんで、俺の日常の様子とか帰り以外の話をしてるハイドさんも見たいっていうような人は、そっち側はライブが中心だから一番情報がフレッシュだと思うので、ライブ見逃したくない人、ライブが好きだという人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。入院と手術をするという報告でした。元気がない人を元気にしたい、元気な人にはもっと活力を。あなたもハイドと話してみませんか？人格あり、外性同性障害、二重人格、多重人格、その他精神的なお悩みをお聞きします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。